はい、こんばんは。今日はですね、ナスの一番果ですね。一番最初になる実を取る作業を行っています。これですね。これが一番果ということで、もうね、結構大きくなってしまってるんですよ。ですからこれはね、一番最初になった実は、ナスの場合は、取ってあげないと、この後ね、実がいっぱいになるんですけれども、それがね、ならなくなってしまう可能性がありますので、ハサミでね、収穫します。それでね、結構こう、虫食われがあるんですよ、ナスね。まあ、これは、この支柱にですね、擦れて、風かなんかで、まあ、破れてしまったのが原因だと思うんですが、他の葉っぱを見ますと、結構ね、まあ、虫食われがあるわけなんですよね。まあ、この隣のね、株も見てみますと、結構ね、これ、虫食べられてますね、虫にね。まあね、こう、虫に食べられてしまったらですね、葉っぱというのは、もう、光合成がですね、できませんので、もうこんなになっちゃったらね、さすがに、光合成ができませんね。はい。なんかハエが止まってるな。なんだろうか、これ。ハエって葉っぱ食べるんですか、これ。ねえ、ハエが止まってますけど。ハエって葉っぱ食べるんですか？ちょっとこれはね、初めて見たんですけれども、まあ、ハエがナスの葉っぱを食べるというね、今、ことが起きてたんですが、まあ、こういうのっていうのは本当にあるんでしょうかね。まあ結構ね、これも見てもらうと分かる通り、一番果がありますね。これ一番果ね。で、この隣にね、新しい、ね、新しいのが出来かかってますんで、もう早めにね、これは収穫してあげないといけないというわけなんです。で、葉っぱはね、ぶっちゃけもうこんな食べられてたら、切っちゃっていいんですよ。切っちゃえばですね、切ると、切るとね、例えば、これ切ると、この付け根のところからね、またこの辺かな？この辺とかから、この辺とかからね、また葉っぱが出てきますから、もうね、どんどん切っちゃっていいです。3本仕立てとかね、何本仕立てとかやる場合は、まあそういう葉っぱをね、切ったりはしないんでしょうけれども、まあ自分の場合はね、とりあえず、まあ実がなればいいかなということで、もうこういったね、虫食われの葉っぱがどんどんね、あれですね、切っちゃってますね、ハサミで。ただ、まあ切るとき、病気のね、例えばウイルス病にかかってるナスの葉っぱとか切った場合はね、まあそれが別の株に伝染してしまう可能性があるんで、まあそこはね、ハサミでやる場合は注意した方がいいと思います。
で、明日はね、ちょっと大雨みたいなんですよ。だから、ちょっとね、こう、葉っぱ汚れないようにね、下ね、草生やしてあるんですよね。まあ少しこうやって、イネ科の草とかね、生やしとけば、まあ葉っぱがね、土に汚れる心配も少なくなりますから、少しね、生やしといた方がいいと思います。ということで、今日は、ナスの一番果の収穫の話を、まあ、収穫の話などをしてみました。以上です。